んにちは、くまパンチャンネルナビゲーターコビです。そしてこちらも今日もノリノリくまパン王子です。あなたノリいいわね。本当に王子なの？もうなんか信用できなくなってきちゃったな。待ちに待った成長期になったので、今日は春秋型多肉植物の中からセダム恋心や乙女心の仕立て直しをしようと思います。まあね、そんなにね、仕立て直すほど姿が乱れた苗なんてないんです。持ってきちゃって、もう本当にこの子は、その上こう歯を落として、もうこんな歯落としちゃってしょうがないわね。もうこれだけ少年一つぐらいはと思ったら、また持ってきた。いやー、もうどこから探してきたの？これだけあったらもう仕立て直しがいがあるというものですね。もうよいしょ。やだな、本当に隠しておいたのに。クマパン、これどこで見つけたの？もうしょうがない。では、このように伸びきってしまった恋心、乙女心、仕立て直していこうと思います。その前に、セダムは葉差し、差し穂、株分けで増やすことができる品種がとても多いですよね。ですが、この恋心、乙女心は葉差しの成功率がとても低いです。私も過去にトライしましたが、全然うまくいかないんですよ。そのため、今回はこのビロンビロン伸びきってしまった茎をカットして、差し穂を作りながら仕立て直しをしようと思います。では作業スタート。いくよ、クマパン。じゃあね、どっから行く？まずこれは、これはね、ちゃんと育てて、この辺ね。ではこちらの恋心から伸びちゃってますね。差し穂苗作ってカットしていこうと思います。クマパン大丈夫？映る？あなた映りたがり屋だもんね。この辺でいいか。するね。パチン。このように見えるかな？カットします。で、下葉をね、外してください。ずいぶん今回は長く、伸び伸びなので、茎が長いですよね。で、茎がこれ、長すぎるなと思った場合は、もう少しカットして、そしてラックなどにこう差し穂苗縦にして、立てかけて、ちょっと乾かしてから植え付けるといいです。では他のこの辺の地際の骨も切って、どんどん仕立て直していきます。で、これで今茎から下の方の葉を外しますよね。本来でしたらね、これ外ししたいですよね。でもね、全然成功しないんですよ。なので、よいしょ、ここの鉢の下にもね、葉が落ちてますが、これこういう感じのいつもね、なんか出たらいいなーなんて思って残しておくんですけど、腐るばかりという感じですよね。じゃあこちらはこんな感じです。で、これも乾かして、じゃあこちらの恋心、恋心ですね、こんな感じです。恋心、もう乙女心と違い本当わかりませんよね。じゃあ次に、このぐにゃんと曲がった、さらにもう悲惨っていうのか悲しい乙女心もカットしていきます。こちらも容量は先ほどの恋心と同じです。クマパン、どこ行ってたの？ちょっとサクサクいっちゃいますね。もう一つなんですけど、この茎をこう残しておきますと、この茎からまたね、こういう芽が出てくることがあります。 100% ではないですが、ほとんど出ます。なので、この下の部分カットしたのも残しておいてください。捨てないでくださいね。カットしまくりましたので、このようにカットした差し穂苗は、私はいつも100円ショップのラックにこう立てかけて、寝かせないようにして立てかけて、差し穂苗少し乾かした方がいいです。そうしないと茎がね、こうぐにゃんと曲がっちゃうこともあります。このように植えてる時からこう曲がってしまったものはもう仕方がないですね。もうちょっと短く切って、仕立て直してもいいですね。
これは、ではカットはここまで。こういって庄苗ちょっと乾かして切り口が乾いたら、水はけの良い多肉植物の培養土に植え付けています。ちょっとね、刺しにくいような時はピンセットを使って刺すと結構簡単に刺せます。今回は葉出しの成功率がとても低い品種だったので、刺し穂を作って仕立て直しをしました。同じセダムの中で見た目も少し似ている人気品種。ほら、クマパン、ほら、わかる？サボってないで答えてよ。うん、そうそう。虹の玉は、葉差しでも増やせますよね。でも、小さなあの葉っぱから、苗まで、こういう苗まで育てるには、とても大変ですよね。時間もちょっとかかってしまいます。なので、私は、一応葉差しもしますが、メインは、こう、伸びてしまった差し穂苗で、増やすことがとても多いです。虹の玉の増やし方、育て方の動画は以前アップしてありますので、よろしかったら虹の玉を育ててる方はそちらの方もご覧ください。大胆にも虹の玉すべてとかいうタイトルをつけちゃってますが、本当にもう虹の玉尽くしの動画です。セダムは一部の品種を除いて比較的育てやすいと思います。見た目も可愛いですよね。先日、セダムが枯れる、セダム育てんの難しくないなんて聞かれて、ビローンと伸びてあとまた倒れる、どうしてもうまく育てられないという知人のお家にちょっとチェックしに行ってきました。ね、クマパン。二人でね、もう本当に遊びに、ただ遊びに行っただけなんですけど、ついでと言ってはなんですがとか言いながら、ちゃっかりベランダにガラガラっと入ってって、多肉をね、育てている鉢置き場をチェックしました。セダムは育てやすい。例えば私も初めて多肉育てるんですけど、何がいいですかって聞かれたらば、まあ、セダム、エケベリアあたりを勧めることが多いので、そんなセダムがバタバタ枯れるっておかしいなと思ったんですよ。そうしたら、一日中日陰からね、なんか半日陰の状態のような場所に置いていました。梅雨や真夏の暑い時期は強すぎる光を避けるために、多少半日陰にね、鉢を移動させるのは仕方がないことですが、これからの成長期は風通しも良い日向に鉢を置いてあげた方がいいと思います。この時期は鉢が乾いたらたっぷりお水もあげましょう。そしてこちらですね。よくね、ご質問をいただくんですが、この飾りっていうんですか、ここの表面に置いているこれは何ですかっていうご質問をいただきます。こちらはココアファイバーになります。クマさん、ありがとう。私はそんなに大量に使わないので、このぐらいの単位で購入しています。だいたいね、1袋これで540円でした。ちょっと持ってるとね、お友達に多肉をプレゼントしたり、あと自分でこうディスプレイするのに土ぼこりが立ちたくないとか、見た目ちょっと可愛いなーなんて、ごしょ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 とかいう時に、ココファイバー持ってるととても便利です。クマパン、ココファイバーと格闘してる。ダメ、ココファイバーはすごい役に立つから、クマパン嫌だ。もう、ほら、ここに立つからもうダメ、クマパン。もう嫌だな。クマパン、こっちも最後だからね。落ち着いてね。はい。では、この動画を気に入っていただけましたら、よかったよの合図にいいねを押してお知らせください。クマパンも待ってます。私も待ってます。チャンネル登録もよろしくお願いします。ブログ、ツイッター、インスタグラムもやってるので、よろしかったらそちらの方もフォローお願いします。ではまた次の動画で皆さんにお会いできるのを楽しみにしてます。またね、バイ。クマパン、今日も行くよ。行くね。みんなも見てるよ。クマクマクマー！パーン！今日はちょっと多いね。